はい、今日のウクレレ宴会芸小ネタなんですけども、某お菓子屋さんの弾いてみますね。はい、この、ショートセンテンスは誰もが聞いたことあると思いますね。某ミスタードーナツですね。はい、これをちょっと解説しますね。まず、C のコードのようなところを押さえますね。1弦の3フレット、そしてソーの音が2回出てきますので、2弦の3フレットをあらかじめ押さえた状態でこのドも押さえておきます。1弦の3フレットも押さえておきますね。その次、これはハイ G ですので、ハイ G の開放弦もソー、ここもソー、2弦もそうね、一緒なので144といきます。そしてラーの音が続くので、はい、ここの素早さがまあこれで、なんとか処理できると思いますね。そしてラーソラーと続きますので、動きとしてはこれだけです。もう一度いきますね。でまた同音になります。5 3 7 3、こんな感じですね。はい、これもちょっとねスタッカート音を切ったりして効果を上げていただいたら良いと思います。また研究してみてください。それではまた、バイバイ。